皆さん、こんにちは。ポップです。FX チャンネル。5月6日土曜日。今回は週末スペシャルということで、今週の振り返りと来週のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りドル円相場から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル。 5ドルベイドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。まず1週間の大きな動きでございますが、週の前半は踏み上げ相場。ドル円に関しては135円。これを抜けたところで大きく円安方向。ユーロに関しては148円。ポンドに関しては168円を抜けたところでね、まあ、ショート勢が焦って買い戻しが入る。今いる踏み上げ相場に突入した形でございますが、 まあ火曜日をね、ピークとしまして、水木金と大きく下落トレンドに切り替わった。そして金曜日はアメリカの雇用統計がありまして、これがね、事前予想よりか雇用者数や失業率、平均時給ね、まあすべて良かったというところで、少しね、リスクオンというところで、まあ円安方向にね、戻ったという状況で、最終的にはね、このスタート地点とあまり変わらないという状況でございました。まあ、ポンドがね、まあ非常に強いという状況でございますね。 そして、政策金利の発表もございました。まず火曜日に関しては、オーストラリアですね。こちらの方がサプライズの0.25%の利上げということで、まあ、踏み上げ相場の、ね、ピークを迎える形となった。水曜日は、アメリカの FOMC、政策金利の発表は、これは事前予想通り0.25%の利上げですね。しかしながら、この下落トレンドには逆らえなかったという状況。 木曜日に関しては ECB、えー、これはユーロ圏の政策金利の発表でございますが、こちらの方も下落トレンド中ということで、えー、事前予想の0.25%の利上げでも、えー、トレンドは変わらずというところでしたね。そして、えー、来週に関しても、まあ、えー、イギリスのね、政策金利の発表もありますが、イベントの方をチェックしていきたい,い,きたいと思いますので、えー、こちらね、ご覧ください。はいえー、まずね、えー、10日ビッグイベントですね、アメリカの CPI 消費者物価指数の発表があります。 アメリカはね、物価と雇用を見ながら政策金利を上げていくかというところでございますが、こちらの CPI も今後の利上げに関してね、大きな影響を与えるというところで要チェックですね。そして、あとはイギリス関連ですね。11日の木曜日ですね、イングランド銀行の政策金利の発表。こちらも0.25%の利上げが今のところ予定されている。金曜日は同じくイギリスの GDP のね、速報値ですね。 こちらの方もね、まあリセッション入りするかどうかというところで注目が集まるところでございますので、まあ来週はね、週の後半にポンドがよく動く。そして水曜日のアメリカの CPI には要チェックという状況でございますので、こちらのイベントもしっかりとね、頭の中に入れてトレードしていきましょう。それでは具体的に来週のこのチャートを見ながらですね、戦略についてお話をしていきますので、まずはドル円の1時間足からチャートの方を拡大して見ていきましょう。 はい、こちら、ドル円の1時間足のチャートでございます。週の初めはですね、まあ、踏み上げ相場ということで、135円。これは過去にもね、レジスタンスが働いておりました。まあ、こちらのね、丸をつけたところ、以前にもね、しっかりとレジスタンス聞いていたんですが、まあ、ここを超えますとね、まあ、ショート勢がショートを呼び、そして、買い戻しが巻き込みながらですね、まあ、一時は138円に接近するというね、上昇。これが、火曜日がね、ピークというところでございましたが、まあ、そこをつけた後はですね、 まあ、全戻しということで、結局は元の位置に戻ってくる。まあ、アメリカの雇用統計の良さでね、ちょっと戻したところでございますが、まあ、相変わらずね、135円を明確に超えることができなかったということで、まあ、引き続き、この135円のレジスタンスラインというのは注目すべき点だと思います。えっということでね、この135円に注目しながら、しっかりとね、見ていきたいと思いますが、この135円、アメリカ雇用統計でね、一旦タッチしたんですが、再度戻されてしまった。 しかしながら、これで高値引きをしておりますので、こちらの部分はね、135円の工房、注目しながらね、見ていくんですが、チャートの方をね、拡大していきますと、135円。こちらのラインを中心にですね。まず、これはね、上に行くか下に行くかというのはわかりませんので、まあ、抜けた場合と抜けなかった場合をしっかりと見ていきたいと思います。まず、抜けない場合でございますが、このね、135円というところが、結局はダブルトップという形になってしまいます。 まあそうしますとね、この135円付近での要線から陰線に平均足が転換したところ、まあこういったところをショートで狙っていくというところもよろしいかと思いますし、ただね、これは確実性に欠けるというところであれば、しっかりとこのダブルトップのネックラインと言われるね、134.75付近でございますが、まあこのあたりを抜けたところ、もしくは抜けてからですね、またレジスタンスが入ったところ、 こういったね、箇所でショートを狙っていくかなと思いますので、これはね、あの皆さんの考え方によって、どこでショートを入っていくか、まあしっかりとね、考えていただきつつ、まあ、可能性がね、高いというところ、勝率が高いというところでいけば、しっかりとね、この、 ネックラインを割れてからのレジスタンス。ここを狙った方がいいんですが、まあそのままね、えー、落ちてしまう可能性もありますので、そういったところはね、もう皆さんの考え方次第によってというところでございますので、まあ確実性を目指す方は、しっかりとネックライン割れのレジスタンス。 そして、ちょっとね、幅を取りたいという方はですね、ダブルトップのサインが見えてからというところでございますが、まあ、この場合はですね、135円超えた場合には逆差し値でストップロスをかけておかないといけないというところでございますので、まあ、皆さんの考え方に合わせて、この135円を抜けなかった場合ですね、この判断をしていただければと思います。そして、135円抜けた場合も見ておきましょう。 前回ね、この雇用統計で抜けたところ、上髭でございますが、えー、この抜けた瞬間にポジション取ってしまいますと、またこの上髭でね、刈、えー、られてしまうというケースがありますので、えー、ここはしっかりと135円を超えてからの平均足の陰線から要線。 この水色からオレンジ色に切り替わるというところが135円の上側でなければね、ロングを取ることはできないと思いますので、このあたりはしっかりとブレイクのサイン、抜けてからではなくて、抜けてからの陰線陽線の平均足のサイン、これが見えてからロングを取る。そして上方向はね、真空地帯でございますので、どこでレジスタンスが入るかわからないエリアでございますので、ここのところはね、ある程度皆さんのリスクリワードに合わせてですね、 えー、ポジションを取るときに、あらかじめ決めておくのがよろしいかと思いますので。まあ、しかしながらね、えー、損切りを入れると思いますが、損切りに対して、まあ、1以上のね、利格を狙っていただく。できれば1.5、えー、2.0というところでね、まあ、こういったリスクリワードを狙っていただければと思いますので、まあ、このあたりの調整もしっかりと考えつつ、135円の攻防ですね、そこで押し戻されるのか、抜けてから、えー、サポートが入るのか、 これによって、ショートとロングを考えていただくという形でよろしいかと思いますので、参考にしてください。はい、以上でね、ドル円相場の解説を終わりまして、続きまして、ユーロ円の解説に入っていきましょう。 はい、え、ユーロの方はね、非常に強くて、まあ、政策金利もね、予定通り上がったということで、まあ、今後もね、え、利上げの方が想定されるというところでございます。え、ここの部分もね、148.50、今までのレジスタンス抜けてからですね、踏み上げ相場、かなり大きかったですね。 一時は151円50銭まで上がっていったというところでございますが、まあ最終的にはね、もうこれ全戻しをしてしまったというところ。そして、またね、アメリカの雇用統計を機にね、ちょっと戻ってきましたので、今回は148.50、こちらの工房でご判断いただければというところでございます。それではチャートの方もね、拡大して見ていきましょう。148円50銭付近で終わっております。どういう戦略をするかというと、この148円の 上側にあるのか、それとも下側に位置するのか。まあ、これによってね、判断いただければと考えております。具体的には148円50銭。この上側での陰線から陽線。これは平均足のチェンジですね。これをしっかりと見まして、このサインが起きた時には、この部分、しっかりと陰線から陽線に切り替わったところ、1時間足ベースでですね。このところでしっかりとロングを取りつつ、 148円50銭。逆に下回ってしまった場合は、一旦様子を見て、戻りが弱いところを確認しながら、148円50銭の下側での要線から陰線ですね。この転換のサインが出たら、ショートを取っていく。その時の、この黄色のライン、移動平均線24でございますが、ここの部分をね、しっかりと上方向であれば、サポートに入っているという形になろうかと思いますし、そしてね、この、ショートを取る場合には、 移動平均線24がレジスタンスになると、移動平均線の上側と148円50線の上側での陰線陽線はロングを狙いつつ、この移動平均線24および148.50、この下側での陽線から陰線に平均足が変わった場合には、しっかりとショートを取る。このような形でね、148円50線を境にロングを取るのかショートを取るのか、 これで方向性を決めても良いかなというところ。そして、この148円50銭をですね、またぐようにうろうろしてしまった場合、まあ、いわゆるレンジ相場でございますが、まあ、この場合には特にトレードはしなくても良いというね、私は考えを持っておりますので、まあ、トレンドが出たとき、しっかりとね、この148円50銭の上側か下側か、これを意識してね、トレードをしていただければと思いますので、参考にしてください。以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、 続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドに関しましてはね、えー、ちょっと他の通貨ペアに対して、まあ、強かったイメージでございます。同じくね、この168円、えー、直近でもね、2回レジスタンスを食らっておりまして、この踏み上げに関してはね、えー、かなり、えー、大きかったかなと。168円から172円までね、一気に上がっていった。 まあその後ね、ダブルトップからのネックライン割れということでね、下落トレンドでございますが、ただアメリカの雇用統計の時にね、まあ、これもリスクオンということで、一気にね、ポンドの方は170円というね、ラウンドナンバー。まあ、ここの部分でもサポート、レジスタンスがまあ強かったところでございますが、ここを抜けてね、上方向で終わるということで、まあ、他のね、ユーロやベイドルに比べて強かったというところでございますね。 こちらも170円というラウンドナンバーを参考にね、トレードを中心に考えていただければと思いますので、こちらもチャート拡大していきましょう。170円ですね。このサポートラインとレジスタンスラインも機能しておりましたので、まあラウンドナンバーというところもありますので、この170円を意識して、こちらの170円の上側での陰線要線ですね。まあユーロ円と同じような形でございますが、この上側で陰線要線があった場合にはしっかりと ショート、えー、これはロングですね。ロングを取りつつ、えー、この170円を下回った場合には、一旦は様子を見て、そして170円の下側での要線陰線ということで、戻りが弱いところを確認できた場合のみ、えー、これでね、ショートを狙っていく。えー、各々の移動平均線24、黄色のラインでございますが、ロングを取る場合には、この上方向、えー、この上側にね、平均足があるところ。そして、えー、ショートを取る場合には、移動平均線24。 こんな形でね、被せてきたところ、これが合わせて170円と同様に、えー、判断する時間軸になろうかと、えー、これは、えー、移動平均線となろうかと思いますので、えー、こちらの方もね、しっかりと170円の上側でのロングと下側でのショートですね。こういったところを意識したトレードにしていただく、えー。これをね、考えていただければと思いますが、ちょっとね、ポンドは他の通貨ペアに対して、えー、強いというところでございますので、少しロングを意識する。 もちろんね、あの、上か下かでね、予想してポジションを取るんではなくて、まあ、ロングの場合、170円の上側の場合と下側の場合というところで意識するんですが、ちょっとね、ロングを意識する、こういったところでよろしいかと思いますので、合わせて皆さんの相場感とともに参考にしてください。はい、以上でね、ポンド円の解説終わりまして、クロス円の最後は5ドル円の解説で締めていきましょう。 5ドルの方はね、サプライズの利上げがありまして、まあ先ほどもね、冒頭でお話ししましたが、一気にね、この火曜日のところ、92円をね、上回るというような大きな踏み上げ相場の終焉を迎えたというところでございますが、まあここをピークにですね、火水、木、金ということで上がっていって、まあ金曜日ですね、失礼しました。この雇用統計のところでは、まあ半分ぐらいね、戻して91円前後というところでね、終わった形でございます。 あこちらのところをね、サポート、レジスタンスライン見ていただきますと、90.50直近でですね、レジスタンスがあったり、ここもレジスタンスですね。まあ、ここの部分はしっかりと過去のレジスタンスを考えるとサポートになりやすい。そして上方向に関してはね、まあ、92円ぐらいを見ておけばよろしいかと思います。この91円を中心に考えていくというところよりも、まあ、90.50のサポートと92円のレジスタンス、 まあ、ここのレンジを一回見ておいてもよろしいかなと思いますので、もう、のね、この付近での逆張りを、まあ、5ドル円はしてはいかがでしょうかという考えを持っております。それでは、具体的にチャートの方を拡大してみていきましょう。まずね、この90.50 90. ですね。ここの部分でのサポートライン。そして、92円ですね。ここのレジスタンスライン。ここの部分でのレンジ相場を想定。 まず下に下がった場合でございますが、90.50付近での逆張りというところですね。ここは過去のレジスタンスライン。ここもレジスタンスラインということで、まあサポートになりやすいラインでございます。しっかりと90.50付近での陰線から要線の平均足の転換ですね。まあ、ここで逆張りをする。まあ、逆張りでございますので、もちろんね、この想定がずれた場合、陰線要線が出てからのロングの後にですね、 90.50を割り込んでしまった場合には、ストップロスをかけておく。同様に、このレジスタンスラインになりそうな92円前後ですね。このあたりはちょっと前後するかもしれませんが、明確に、要線から陰線に切り替わったところでは、しっかりとショートを狙っていく。ただ、逆張りとなりますので、こちらもですね、ピークの上側には、ストップロスを置いておく。 こういったところができればですね、一旦はこのレンジ相場90.50から92円の150ピプスのレンジでございますが、ここのサポートラインとレジスタンスラインの逆張り、これでね、30ピプス前後は狙えるんじゃないかというところでございますので、こちらの方はしっかりと逆差し値を入れるというところができればですね、逆張りで攻めていってはいかがでしょうか。はい、以上でね、クロス円の4ペア4通貨の解説を終わりまして、 続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう、はいえー。こちらドルストレートでございますが、全体的に申し上げますと、ユーロドルはこちらはレンジ相場。えー、ポンドドルやゴードルベイドルは少しね、上昇トレンドというところでございますので、まあそれを中心とした戦略を立てていく。えー、具体的にユーロドルから見ていきたいと思います、はいえー。ユーロドルね、ちょっと方向性がないような形ですね。 こちらの1.0950、1.10、1.1050,1.11ですね。こういったところ、50ピプスごとにサポートレジスタンスが見ていただきますとね、入っているというところでは、こちらも丸をつけていきますと、まずね、一番上から1.11で跳ね返されているところ、そして1.1050のところもね、レジスタンスラインが機能しているというところですよね。 1.10。こちらはサポートが機能しているというところがあります。まあ過去にはね、レジスタンスもありますが。そして1.0950。ここもね、サポートが入っているラインでございますので、ちょっとね、このあたりは50ピプスごとにサポート、レジスタンスが入っているという状況でございますので、まあここのね、サポート、レジスタンス付近での逆張りというところがね、使えるんじゃないかというところでございます。チャート拡大していきますと、こちらもね、4本のライン出ております。 まずね、上から行きますと、1.10。まあ、この付近でですね、しっかりと要線陰線が出た場合には、ショートを狙う。そして、この1.1050。ここの部分でもね、えー、過去のサポレジが入っているところでございますので、要線陰線が入れば、ショートを取っていく。まあ、逆張りでございますので、えー、しっかりと平均足が要線陰線になったところ、ここでショートを取るんですが、その直近のピークの上側では、ストップロスをかけておく。 まあこれがね、逆張りでは必須になろうかと思います。そして、下方向ね。これは1.10。そして1.0950。まあ、このあたりでですね、平均足の陰線から要線。これが現れた時にしっかりとロングを取っていく。そして、これはね、ショートと同じくですね、下方向、ロングのストップロスをかけておくというところが必要になろうかと思いますので。 え、ここのユーロドルは、レンジを想定してですね、え、逆張りということで、50ピップスごとに引けています、え、サポートライン、レジスタンスライン。この付近でですね、平均足の転換。え、ロングであれば、陰線から陽線。ショートであれば、陽線から陰線に転換したところで、え、勝負をかけてみてはいかがでしょうか。以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンドドルに関しましては、まあ、レンジ相場でもあったんですが、ちょっと上方向にブレイクしたというのが、えー、過去のこの1.24から1.25、ここの部分のレンジは、今週明確に抜けてきまして、ちょっとね、一時沈むところがありましたけど、えー、結局はレンジが上方向にブレイク。そして最後のね、えー、アメリカ雇用統計後にね、またこの1.26を上回ってきたということで、 基本的には、まあ、ショートはね、えー、少しどこまで上がるかわからないという水準でございますので、まあ、一つ、この1.26、過去のレジスタンスラインがサポートラインになる。まあ、このロングを中心に考えていってはいかがでしょうか。具体的にはチャートを拡大して、えー、書いていきたいと思います。はいえー、この1.26ですね、まあ、レンジが切り替わってきたということで、まあ、100ピプスごとのね、レンジが 上方向に来たということで、今回もね、この1.26のサポート、これが本命にしたいと思います。まあ、1.26、もしくは移動平均線24。まあこのあたりでね、しっかりと陰線から要線に転換するところ。ここでロングを取るというところが一つメインシナリオになろうかと思います。まあここではね、えー、30ピップスから50ピップスくらい狙っていけると思いますので、しっかりとね、1.26の上側で平均足が陰線から要線に切り替わる、えー。このサインが出たときには、 ロングを狙っていくというところを意識していただければと思います。ただ、相場はね、もちろん上に行くか下に行くかというのは分かりませんので、この1.26下回った場合も考えておきましょう。この1.26はね、下回った瞬間、これは下髭でね、また V 字回復というところもありますので、もしショートを取るのであれば、しっかりと下回ってから1.26の下側で陽線陰線ですね。 この平均足のサインが出なければ、ショートを取ることはできないと思います。これはね、しっかりと戻りが弱いところを確認してからのショート。ここを意識する。結果としまして、移動平均線24もですね、上方向であればサポートになろうかと思いますし、下方向でショートを取るときにはね、上方向から被されているというところが出ると思いますので、1.26同様にですね、この移動平均線24、こういったところもね、サインとして見てはいかがでしょうか。 以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、最後にゴードルベイドルの解説で締めていきましょう。ゴードルベイドルね、こちらもポンドと同じくね、ちょっと上昇トレンド続いておりますが、直近の高値は抜け切れていないというところでございますので、まあ、上値の限度はですね、とりあえず0.68ぐらいまでというのはね、見ておいた方がよろしいかと思います。しかしながら、この0.67ですね、過去のサポートが入っていたところ、そしてレジスタンスもあったところですね。 えー、ここのサポレージが入りやすいのが0.67でございますので、まあ、ここの部分の上側であればしっかりロングを取っていく。そして、えー、上限は0.68ということで、まずメインシナリオはこの0.67から0.68。まあこういったところをね、見ていただければと思います。えー、狙っていくのはロング狙いということで、えー、こちら、えー、チャートの縮尺変えていきましょう。はいえー、このね、0.67、先ほどサイン、えー ラインをね、引かせていただきましたが、レジスタンス、しっかりと入っていたところでございますので、ここの上側、0.67の上側でサポートが入ったところ、陰線要線が入ったところでは、しっかりとロングを取っていきましょう。そして上限に関しては0.68、その手前で利確をするというところがメインシナリオでございますので、この0.67の上側であるときには、しっかりとね、ロングを狙っていくというエリアに考えていただくのがよろしいかと思います。 逆に、ショートはね、この0.67下回ってからで十分だと思います。ただね、こういった下髭で騙されてしまう、フェイクされてしまうという可能性もありますので、0.67下回った場合には、即座にこれはショートを取ることはせず、しっかりと戻りが弱いところを確認。そのサインというのは、しっかりと0.67の下側で平均足が要線から陰線に切り替わるですね。 このサインが出たところでショートを取ることができるかなと思いますので、慌ててね、抜けた瞬間に入るというところではなくて、しっかりと要線、陰線がサポートライン、レジスタンスラインの下側で起こったところ、ここでね、ショートを取っていく。すなわち0.67の上側では陰線要線が入ったところでロングを狙いつつ、 下に0.67の下側では、陽線陰線が入ったところでショートを取る。このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに、一つの意見として参考にしてください。以上でね、今回の先進国通貨7ペアの解説を以上といたします。ゴールデンウィークもね、もう最終局面ということで、あと2日間ね、土曜日、日曜日お休みの方多いかと思います。週末にはね、このような戦略を立てつつ、 えー、来週のね、相場に臨んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。えー、残りの、ね、ゴールデンウィーク、えー、楽しいね、期間をお過ごしください。ポップがお送りしました。バイバイ。